チャオ、あっちゃんです。今日7月の12日、あっちゃん家の晩ご飯の後のデザートタイム、爽やかレアチーズの白もこ140円、セブンのね、新発売買ってきました。なんかね、白もことかね、このシリーズ何回か出んねんけども、同じの食べてんのか分からへんねんけど、これまた新発売になっててね、だから食べたことあるのか分からへんねんけど、とりあえず買ってきました。白もこです。では、レアチーズの白もこいただきます。お尻からブリッと出た、時々ね、お尻からブリッと出るから気ぃつけんの、ブチョンとチンに。あー、おいしい。レアチーズはね、甘酸っぱくて美味しいよ。皮結構しっかりめで、ちょっとね、表面硬くてね、お腹の方はやっこくて美味しい。ね、コンビニスイーツほんま美味しいね。生地がね、この上側の生地がすごくちょっと硬いめで、弾力あってすごいね、クリスピーでもないんだけども、なんかちょっとしっかりしてるの、お腹の方はふわふわにやっこいね。皮がね、結構しっかりして味ついてて美味しいよ。でもクリームチーズが濃厚だから、一緒に食べたらクリームチーズがすごいしっかりした味です。すごく美味しい、だから皮の味っていうのはちょっと負けてるかもわからへんけど、ちょうどね、レアチーズケーキの、レアチーズの外の皮がいい感じのバランスで美味しかった。では、みんなが気になるカロリー、1個あたり249キロカロリー、わお。でタンパク質 4g、 脂質 16.1g、 炭水化物 22.1g、ナトリウム 165mg、 はい、ということです。あっちゃんはコマが小さいことは気にしない、はい、大丈夫です、はい、ね、ということでした。美味しかったよ、これあっちゃんは好きです。はい、またこれも買ってきてみようかな、だね、と思います。はい、ではまたね、バイバイ。